村井さん、おい、たまにイップスの人いると思うんですけど、イップスってなんでなるんですか？なんだろうな、個人的な意見ではまず技術がない人、ネガティブな人かな。コーン投げたらどうしようとか、ミスしたらどうしようとか、投げる前から消極的になってる人、あとはその指先の感覚だったり、ボールの重さをしっかり扱えてない選手っていうのはイップスになりやすいし、あとね、優しすぎる人だったり、ミスする側もそれもちろん良くないんだけども、取り手がな、取る人が態度に出す、顔に出したりとかすると、投げる時に次またああいう顔されたら嫌だなとか、結構メンタル的な部分が多くて、まあ、技術プラスメンタルがコーチとプラスになっちゃうとイップスになるかな。まあ、気にしすぎる人も結構。なるほど。まあ、あとは指導者の人もなんでミスんだとか、とりあえずその結果を怒りすぎちゃうと、やっぱ選手ってね、指導者に言われることって結構耳に入るし頭に残るから、指導者の言い方っていうのもすごく大事かな。なるほど。指導者も関わってくるんですね。ミスしたら、まあ、確かに悪いけどね、同じミスをしないためにどうするかって考えることが大事かな。ありがとうございます。いつも勉強になります。ああ、おお、ちゃんとしっかりしろよ付き人。すいません。何点目？